旅の助です。ファーミングシミュレーター19、久々にやっていきましょう。これですね、次回作ファーミング22の情報がいろいろ出てるんで、その情報を交えながらやっていきたいと思います。ということで今回はこちら。はい、多分超絶地味になる回なんですけど、ちょっと豚さん売ってきます。ちょっとトラック乗ろう。久々にやるんでやり方を忘れた。こうですね、じゃあちょっとリアを外して、じゃあ畜産運搬車を持って、豚舎の方に向かいたいと思います。しかしこの農場もでかくなりましたね。どこに何が置いてあるのかがわからない。自分で設置しといて何言ってんだって話ですけど、こちらにトレーラーの荷台部分がたくさんありますんでね、これですね、家畜運搬トレーラーがありますのでちょっとこれを牽引したいと思う。うまく入れるかな。ちょっと一人称視点でやってみましょう。ちょっとねこれ見にくいな。体を乗り出せるといいんだけどな。さあちょっと一人称視点でやるぞ。バックミラーが見にくいんだよなこれ。入ってるかなこれ。もっとね体をこうの乗り上げてちょっと見たいんですよね。あ、入った入った。多分牽引できてる。じゃあちょっとこれでいきます。あ、いいですね。じゃあこれでちょっと豚舎の方に向かいましょう。トレーラーはねちょっと大振りでやるといいんですよ。ちょっと大げさすぎるぐらいに行くとうまいこといくんで。でこの豚舎の前のこの黄色い枠、ここで運搬できるんで。あれ扉開きっぱなしじゃねえか。これでまっすぐになったかな。でこれでバックしましょう。多分これでうまくいくはず。ずれてるな。ちょっと待って三人称視点でやろう。入らねえよやっぱり。トレーラーは難しいですね運転が。はい、これで入りました。じゃあ早速豚さんを運んでいきましょう。あ、その前にですね、今豚さんがどれだけ増えたかということで、豚さんこちらですね、白9、白黒9、ピンク100、黒9ってことなんで、このピンクランドレスですかね。これちょっと今回売却したいと思う。ちょっと乗れる分だけ乗せてしまえ。やばい、今明らかにピンクじゃねえのがあったんだけど、どこまで乗るんだこれ。あ、いっぱいだ。はい、じゃあこれ乗せます。はい、ドン。はい、じゃあ今これで乗ったんでちょっと見ましょう。今回出荷される豚さんです。我々の血と肉になってくれ。すごい、あの動かないんでちょっと異様な光景ですね。なんか豚の剥製が並んでるような感じなんですけど、じゃあ今回はね、我が農場からこちらの豚さんを出荷して、旅立っていってもらいたいと思います。じゃあ早速家畜舎の方に乗せてきましょう。持ってきましょう。今回はトラックを運転するだけの動画になっちゃいましたね。じゃあせっかくなんで道中、ファーミングの22が新しく発売されるってことなんで、ちょっとこれの情報も見ていきましょう。ファーミング22はあれですね、今回シーズンパスということで、かなりお買い得な、何だったかな、春夏秋冬で、新しいダウンロードコンテンツが出るんで、それのちょっと待て。ちょっと待て、左巻き込んでるぞこれ。うわー、しまった、下手くそじゃねえか。ちょっとねこれね、ちょっとトレーラーなんで、もうちょっとはみ出るぐらいまで一回出て、この輪からハンドル切っていけばいけるかな。内輪差ですよね。あの街灯にぶつかってるんで。あ、いけたいけた。運転下手くそだな。ごめんなさい。ファーミングの22なんですけども、年間シーズンパスというのが出るようです。これを買うことによって春夏秋冬各実際のシーズンに出てくるダウンロードコンテンツを、まあ、かなりねお買い得な価格で買えると。無料になんねえのかやと思うんですけど。あのシーズンパスです。お値段かなり張ってですね、本体と同じぐらいの金額しますね。
まあですが、まあ田村さんファーミング好きなのでね、おそらく買おうと思います。まだまだ購入に至ってません。で一応なんかいろいろ情報が上がっていて、いわゆるアバターですよね、プレイヤーのスタイルも変わるよってことで、まあ田村さんあのマルチでやんないんで、あんまりアバターの種類増えてもしょうがないと思うんですけど、そういったものも実装されるようです。まあやっぱり今度のあれですね、季節概念が生まれるっていうんで、そこに私は大きい期待をしてるんですけど、さあそんなこと言ってる間に家畜ショーの方に到着しましたんで、じゃあいよいよ豚さんもね出荷したいと思います。もう旅之助が汗水流して育てた豚さんをですね、まあ出荷卒業ということで今回売っていきたいと思います。これで入っただろう、いきます。はい、じゃあ我が農場の逆だった、我が農場から養豚業旅之助豚を出荷します。はい、ということで$36,000でございます。あー、豚さんいなくなっちゃったな、育っちゃいましたね。はい、じゃあ今回これだけだと動画短いんで、ついでにこのトレーラートラック使って牛乳の方も販売しましょう。やっぱこう畜産業はね、動物から生産されるものを、出荷する形になりますんで、今回完全にあれですね、トラックシミュレーターになってますね。結構下り坂なんで速度が出てしまう。いやー、対向車来ちゃったな。ちょっとねハンコンでやってないんで、このハンドル操作が難しいんですよ。あー、ここの標識はぶっ飛ばしてますね。で問題はここでこれを戻さないといけないんだけど、できるだけギリギリに入っておいて、でここで左側にハンドルを切って、できるだけまっすぐなるように持ってってから、ハンドル左に切って、でゆっくりと下がっていくと多分入るんじゃね。当たるかな。すげえハンドル切ってるなこれ。これぶつかりますよねこれ。あ、もうちょっと前出ようか。じゃあちょっと牛乳をね出荷したいと思います。多分新しい牛舎に乗って、初めての出荷になると思いますんで、いや後ろが見えねえ、後ろが見えねえ、後ろが見えねえ、カプラー接続、カプラー接続だ、接続しねえ。これ絶対タンクぶつかってるよなこれ。ちょっと一回前に出ようか。あ、すげえずれてんじゃん。はい、じゃあこれだ、つながりましたね。じゃあこれで牛乳の方出荷していきましょう。さあこのモッドの牛舎ですが、このミルクロボットの前にあるこれが牛乳のタンクですよね。はい、じゃあここで止めて、じゃあ牛乳4万はい、今牛乳積んでます。音がシャリシャリ鳴ってますね。あー乗れない。乗ってなか、ああ乗れた。まあタンクなんか覗けるわけじゃねえか。じゃあ満タンになったら運搬するんですけど、どこで一番高く売れるんだ。牛乳ミルク、ミルク最高値は、$2,500ということで、駅の売買所、駅ですね、駅の方に向かいたいと思います。じゃあ満タンになりました。じゃあ駅の方に向かって、今回はこの牛乳を売ったら お別れということにしましょう。畜産物売買会ですね。いやしかしだだっ広い農場だ。なんか木がとんでもないとこないで浮いてんなあれ。
ここから出るとあれですね、まっすぐ行けるんでいいですね。さあファーミング22はあれですね、ブドウが収穫できるってことで、ブドウはやっぱこういう左側に見えるような景色、あのこういった斜めになっているところで多分収穫するんで、結構それはそれで運転テクニックが必要なんで面白そうですよね。いやー、やっぱりなんか重量物運んでるんで、すごい挙動が重たいですね。このフェルスブランドマスもね、そろそろお別れするということです。新しい新作ファーミングの22、ずいぶん楽しそうですね。いろいろ見ると、あの園芸機能、造成機能が、もうかなり充実してるらしいんで、自分の考えた、僕の考えた最強の農場とか作れるんじゃないですか。さあここが、頂点です。ここから下り坂になるんだね。こういったね、重量物を運んだ車は何が怖いかって、下り坂が怖い。対向車が来る。これ今アクセル離したんですけど、あ、すごい速度が落ちない。リアルですね、この辺。エンジンブレーキで今下ってる感じですね。で、今鉄橋の下をくぐったんで、まもなく駅ですね。でこの辺からウインカーを出して、でトレーラーなんで、できるだけ目いっぱい使って切らないと内輪差で挟まれてしまう。もうほんとギリギリ、こうギリギリを狙って、看板ぶつかったかな。どうだ、左側抜けた。よし、このすぐ左側が駅になるんでね、ちょっとあの丘を登ってから駅に入りたいと思います。あ、久々に街に来た。人を久々に見た。じゃあここがあの駅の入り口になりますんで、ここがねすごい複雑なんですよ。じゃあハンドルを大きく切って、もうぶつけるぐらいの気持ちでね、切って、内輪差大丈夫だよな。でここもねクランクなんですよ。厳しいな。ギリギリでハンドルを切って、でここでねポイントは左側に行くんですよ。今度右のクランクなんで、でここから、あ、右にハンドルを切って、で左側は大丈夫だよな。でまた左にクランクなんで、右側に目いっぱい行ったから、はい、ここでハンドルを切って。素晴らしいじゃないですか、タムルさん。大型乗れますね。大型じゃねえや、ケインか。じゃあここが駅の出荷場になりますんで、ここに置いたら牛乳の方を売りたいと思います。よし、じゃあ牛乳、はい、売却だ。さあじゃら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 牛乳を売却します。この中に入ってんのかな。さあお値段がおいくら万円で売れるか。はい、ということで売却者牛乳$83,147ということで、いや牛乳めちゃくちゃ売れるじゃないですか。めちゃくちゃ高く売れた。はい、というわけで今回はこちらですね、畜産関係の売却ということで、豚さんの売却と、牛乳の売却を行いました。いや、やっぱ畜産は手間かかりますけど、お値段いいですよね。それでは皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。